What's up, everybody? りょうすけっす。そんなにみんな安く海外に行きたいか。俺がね、よく格安でここみたいな、激安旅みたいな企画をね、何回かさせてもらっちゃうと思うんやけど、ハワイ行ったり、インドネシア行ったり、っていうかまあ基本全部激安なんやけど、まあそもそもよく質問来るのは、どうやってその安く旅行ができるんですかと言われるんやけど、結論は一つ。根性、忍耐力。っていうのはね、まあ、中米とかだけの話なんやけど、これはね、まず航空券とホテル、普通で取るよりも安く取る方法を取って、その二つがね、まあ旅行に占める旅行代金の大半やから、あとはね、あの浮いた金で現地の食事楽しんだりとか、オプショナルツアー楽しんだりとか、そういうことができるんで、まあどうやって取るか、いつも俺が取っちゃう方法をね、みんなに紹介したいなと思います。まあ伊達にね、世界70カ国回っちゃうから、まあみんなに役に立てればね、嬉しいなと。で、俺はまず飛行機は何で撮っちゃうかっていうと、スカイスキャナーっていうね、サイトを利用させてもらって撮ってます。で、これ何かっていうと、各旅行会社が出張料金を、航空券のプランとか料金をブワーっと全部集めて比較してポンと出してくれるサイトなんよね。なんとも便利なサイト。日本にはさ、トラベルコちゃんとかね、まあそういうサイトのサービスもあると思うし、まあそれも使ったことあるもちろん。本当にね、どっちも使いやすいサービスやなと思うんやけど、俺がね、いつもなんでスカイスキャナーを使うかというと、結構ね、航空券って不思議なもんで、出発地によって値段ってやっぱ全然変わるんよ。まあそれはもちろん時期とかにもよるんやけど、例えば1週間後、ハワイに行きましょうと。それで、東京の成田から出るのと、大阪の関西空港から出るのと、どっちが安いと思うか。まあハワイまで行けばさ、もうぶっちゃけ距離変わらんよ。もうピューって行くだけやから、別に距離の違いとかほぼないし、それでもね、関空の方が圧倒的に安いの。これは何がかっていうと、どの航空会社がね、就航しようかっていうにもよると思うし、まあどれぐらいの人が乗ってきちゃうかっていうね、人の数にもよると思うんやけど、なぜか関空の方がむちゃくちゃ安いよ。例えば関空やったら片道1万5000円で行ける時があったりとかね。でもたまーに、本当にたまーに、ロサンゼルスに成田発の場合は往復で4万ちょいで行ける時あるんだけど、まあまあわからんのよ。わからん時あるんやけど、だいたいね、あ、ここを使うとここが安いんやなっていうのがある。で、それを総合的に見ると、結構関空発ってどこを行くにしても安いよね。で、スカイスキャナーがいいのは、こうやってバーっと中調べて、行き先決めて、で、日にちも、こうやって決めます。俺の調べ方は、片道だけでまず、片道検索で。で、そうすると、月全体を表示っていうのがあって、その月全体で、この日に出たら最安いくらなのかっていうのはバーって出てくれるよね。これむちゃくちゃ便利やない。この日に行ったら一番安いっていうのはもう一目でわかるんよ。で、帰りの便も調べると。ポイントは、同じ場所、例えば、まあ、台湾でもどこでもいいけど、そこだけに行くやったら、もう往復取った方が明らかに安いから。俺の場合は、やっぱ長期で行くこともあるし、予定が変わることが多いけさ、結構片道、片道で取ったりする。で、片道、片道で取っても安いんやけどね。でも往復で取った方が、やっぱり同じ航空会社も使って、往復割引みたいなのはちょっと効くんよね。だから、まあちょっと1割か2割ぐらいは安くなるっていう感じだよね。だから、自分の出発する空港に合わせて、まあ自分のね、行きたいところ何個か入れてみて調べたら、びっくりするぐらい安い時あるよ。本当に。韓国でも4000円とかもあるしね。台湾でも6000円とかもあるし、びっくりするぐらい安い時があるんよ。で、あとはね、実は、どっかから関空に来て、関空から乗った方が安いとかもあるし、まあそういうのもね、全部自分でね、いろいろ調べると面白いんよね。で、俺はやっぱりそのスカイスキャナーっていうのは、海外発の便も結構自由に調べれる。やっぱ世界で使われちゃうから全部調べれるっていうのがすごい便利で、海外におるときにここからここに行くの安いとか、この場所からやったらここ行くとむっちゃ安く取れるとか、結構いろいろあるんよね。だからね、飛行機を取るっていうときは、もちろんね、個人旅行で考えちゃう人はスカイスキャナーっていうのをね、あの有効に使ってもらえればむちゃくちゃ道が広がるよね。使いやすいし。で、その予約っていうのは、スカイスキャナーは別に航空会社持っちゃうわけじゃないから、それぞれね、航空会社の代理店にこう飛ぶんよね、ビューって。で、ここでもちょっと裏技があって、これで航空会社、例えばじゃあエアアジアが安いと。で、そのまんま、スカイスキャナーが思うまんまこっちにピューって飛んで、ポーってサイト飛んで、そこから取るよりも、その日にちとその便を覚えておいて、で、そのエアアジアのサイトにまた入り直す。で、エアアジアのサイトから探し直す。そうすると、同じ便なのに1000円ぐらい安かったりするんだよね。
ちょっとずるいんやけど、いやでもこれは別に全然よくて、どっか別の代理店の販売サイトを返すとやっぱりちょっとね、こう中間手数料みたいなのかかるから、まあ、ちょっと高くなっちゃう場合もある、高くなってない場合もあるよ。だから自分で直接調べるっていうのも、その航空会社が安いって分かった状態で調べるっていうのは早いよね。全然分からん状態で全部の航空会社調べていったらもう大変やん、時間もかかるし。スカイスキャナーっていうのはむちゃくちゃ時短にもなるし、いいやつが一番早く見つかるっていうね。でもう一個はね、宿ね、宿やっぱ大事よ、やっぱね。で宿は俺何を調べちゃうかっていうと、まあ、基本的には2つ、この2つは何かっていうと、普通の宿泊の予約サイトで、もう一つは Airbnb のアプリ、この2つやね。で Airbnb っていうのは何かっていうと、知らない人のために説明すると、普段ね普通の人が使っちゃう空き家とか空き部屋っていうのを、空いちゃう時にどうぞ宿泊してくださいってね、普通の一般の人が部屋を提供するサービスだよね。個人の家に泊まるっていう感じで、まあ聞いただけだとちょっと怪しいんやけど、まあ本当に世界的にもう何年も信頼されてね使われちゃうサービスやから、もう全然そういう変なのはなくて、俺ももう何十回も使ったし、もう いい思い出しかしてない、逆にむちゃくちゃいいんよ。でそう、この Airbnb はやっぱメリットとして安いっていうのがやっぱあるのと、あと安いのにむっちゃ広かったりする。やっぱ普通の家やったり海外の家ってむっちゃでかかったりして、普通のホテル代なんかのもう何分の1でもこんなとこ泊まれるんやみたいな。もう一回もうやっぱグアテマラとかでもうなんかもう王宮みたいなとこ泊まったけど、一泊700円とかやったもん。びっくりした。もうそれぐらいね奇跡の物件がある時がある。ただ場所が分かりにくかったりするっていうこともあるんやけどね。あとやっぱ使い慣れてなかったり英語使えないとちょっとね困る時もある。でもね自動翻訳とかもあるから、使えなくても自動翻訳でこうやってやり取りさせてもらえるから、まあ問題はないと思うんやけどね。でもう一個がね、普通の宿泊予約サービス、俺は基本 booking.com を使うんやけど、でも一応トリバゴっていうサービスも使う。トリバゴっていうのはあのさっきの飛行機と一緒やね。これのホテルバージョン、このホテルどれぐらいで出しようかっていうのを全部まとめて、この日のここの辺に泊まりたいって言ったらブワーッと一列に出してくれる。でそれを料金に安い順とかにすると、booking.com のこれが一番この日は安いと、いやホテルズ .com のこのホテルがこの日は一番安いとか、なんつうのかな、もうその日そのあれによって、まあ宿泊サイトによってやっぱキャンペーンとかいろいろあると思うけど、それも全部出してくれて、もう一番安いところを紹介してくれるっていうのが、トリバゴの一括サイトのサービスだよね。だからまあ宿泊もね、そうやって安くかつまあ綺麗で評判の高いところを求めるっていうやったら、やっぱ一括で見れるサイトっていうのはすげえ便利やから、で大体ブッキングドットコムが安いんやけどね。やけど一応トリバゴで調べるとたまに掘り出し物があったりするから、このトリバゴを使うかなっていう感じでね、俺は飛行機もホテルもどっちもこうやって調べてから、しっかり安いのを調べて取って旅行に行くという感じすると、もうむちゃくちゃ安くなるんでね、またみんなにもね、次の旅行とかもどれぐらいかかったかっていうのをね、みんなに紹介できればなと思うし、浮いた分があればね、現地で本当に面白い体験プラスでできるんでね、本当に俺はそういうところは圧縮してみんなの旅行が楽しくなればなと思うし、長距離でね安い便を取った時にはみんな覚悟しといた方がいいよ、本当に。じゃないとあれがないこれがないってなっちゃう。それは覚悟せんといけん、やっぱ安いから。そういう文句言っちゃダメね。モニターがないとかブランケットないとか席も移動できないとか、もうそんなのもねしょうがない。それ安いの取ったのは自分なんやから、そこに全部の贅沢を求めちゃいけない。その贅沢を求めるやったら、機内食を食べたいとかそういうの求めるやったら、しっかりねそのサービス料が込みのやっぱ飛行機に乗るべきやし、格安航空会社っていうのは難しいかなという感じなんで、まあそれはもうねどう取るかにもよると思うし、料金を優先するのかサービスを優先するのか、これはもう人とかタイミングによりけりなんでね、そのタイミングはね自分の体調とか自分の状況に合わせて、そういうのを変えていけばね、より面白い旅ができるんじゃないかなと思うんで、ということで今日はね、まあそういうことをみんなに伝えたいなという回でした。またね次の企画が始まった時にはこれを使ってこれぐらいになりましたというのをみんなに紹介するね。ということで今日の動画は以上です。今日もみんな見てくれてありがとうね。じゃあ See ya!